2012年のパーム・ジュメーラ・パーム・ジュメーラは、アラブ首長国連邦のドバイ政府所有の企業、ナキールが作ったペルシア湾の人工島で、ドバイ市街地の成功のジュメーラ地区の海岸部に建設された。パーム・アイランド3島の一つで、パーム・アイランド3島の中でも最小であり、最初に作られた。パーム・ジュメーラ建設によりドバイの海岸線は 520km 長くなった。 2005年のパームジュメーラ根元部分。2008年3月11日パームジュメーラはヤシの木のような形をしている。幹に当たる部分から枝に当たる部分が16本伸びている。周囲は全長 11km の三日月型の防波堤に取り囲まれている。敷地は 5km 四方であり、その面積はサッカー競技場で800面分以上になる。幹の根元は 本土と300メートルの橋で結ばれており、周囲の三日月型防波堤は、幹の先と海底トンネルで結ばれている。パームジュメイラは、観光地、別荘地として開発され、観光施設建設が進めば数年以内に、世界一のリゾート地になるとして宣伝されている。パームアイランドは自らを、世界8番目の不思議と宣言している。この島の埋め立てにより、 ドバイの海岸線の長さは2倍になった。開発者の宣伝資料によると、ジュメーラ・パーム島は、テーマホテル、3つの別荘地、海岸線沿いの集合住宅、ビーチ、マリーナ、レストラン、カフェ、小売店舗などがある。2009年中に、以下のようなホテルが30軒以上開業する。オセアナリゾートオスパ。 2007年5月1日人工魚礁を作るため F-100 戦闘機2機がパームジュメーラ近くの海に沈められておりダイビングスポットになっている。2007年6月18日海運会社キュナードラインはクルーズ客船クイーンエリザベス2をドバイの企業イスティスマールに売却した。イスティスマールはこれをパームジュメーラの海に浮かぶ。 ホテルとして2009年に開業させる予定であったが、ナキールの都合により、ケープタウンに移されている。パームジュメーラモノレールパームジュメーラモノレールは、路線長 5.4km であり、アトランティスホテルと島の根元のゲートウェイタワーズを結ぶ。2009年5月6日に開業した。パームジュメーラの建設工事は2001年6月に、開始され、2006年に、 最初の宅地の分譲が始まった。埋め立て工事の分野で実績のあるオランダのファンオード、社が建設を行った。島の埋め立てには9400万立方メートルの砂と700万トンの岩石が使用され、深さ10.5メートルほどの海底に土砂が投入され、海面上3メートルの高さまで積み上げられた。防波堤には天然の岩石が使われており、年月が経つにつれ、 海の生物が周囲に住むよう意とされている。プロジェクトはいくつかの原因で計画よりも遅れた。建設内容が複雑だったことが原因の一つである。2005年の時点で計画は2年遅れであった。また、当初の計画で、ナキールは住宅4500を作り、それを計画の投資者に優先的に提供すると発表していたが、後に各住宅の大きさを小さくするなどして、 これを8000にまで増やすと発表したため多くの苦情が寄せられた。ありがとうございます。